ビッグマムとカイドウは長年犬猿の仲、このようなことになるとは予想だにせんかった。戦国さん、ロックスって。そうか、若いお前たちがその名を知らぬのも無理はない。ロックス海賊団とは、大昔海賊島八の巣にて一つの儲け話のためにかき集められ生まれた個性の集団。船内でも仲間殺しの絶えない凶暴な一味だった。メンバーは船長ロックスを筆頭に、若き日の白ひげビッグマム、カイドウ、奴ら3人は昔同じ海賊船に乗っていたんだ。